塩むすびを作って凍らせてきました。夏いい。味噌。味噌。グルメが舞い込んできたよ。そんな。ゆるポタ探求部。こんにちは。こんにちは。トイキングです。お願いします。はい。暑い日が続いております。はい。ということで今日はゆるポタ探求部。はい。行きたいと思います。はい。ゆるポタ探求部とは。はい。ゆるく走るサイクリング、そのギリギリを攻めていく探しに行くという企画になっております。独特の企画です。ゆることには、はい、絶景と、はい、グルメが必要だと、そういうことですが、はい、まあこんな時期のですので、手頃な絶景を手頃にね、近所で手頃な絶景を探しに行きたいと思います。はい、はい、いいですね、はい、それもね、なんかね、いつも行っている川沿いの、うんうん、川沿いとか沼沿いのはいはいはい、はい、サイクリングコースに、はい、なんかちょっと登って、うん、そのいつも見てる沼が綺麗に見られるんじゃないかっていう設計とか、うん、あったんですね。はい、あと近所にまた知らなかったんだけど、うん、あたかも鎌倉や京都を彷彿とさせる場所があるということで、こちらに行きたいと思います。はい、グルメの方なんですが、はい、グルメ、まあ、こんな時期ですので、うん、用意してきました。すでにね、おにぎり丸。私が前日塩むすびを作って凍らせてきました。まあ、絶景でね、うん、なんか食べたらもう全部グルメなんじゃないかって。なるほどね。おにぎり丸。はい、ブレてます。だいぶ、あの前回2シーズン使えないんだったと思うんですけど、だいぶクオリティがちょっとあの庶民派に。いいです。わかりました。はい、もあるんで、まあ、しょうがない、楽しめばいいんです。楽しみましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあ行きます。トムズサイクリング、本日もゆるポタ探求部出発進行。うるさいな、手がうるさいな。知らない、知らないの、乃木坂とか。これごめん、ごめん、ごめん、これ手足高だった、ごめんね。すごい大事な選手、ごめんね。多分なんかボケてんだろうけど、お前セミの声で聞こえないから大丈夫。大丈夫、大丈夫、心配しなくて大丈夫。夏雲や雨降りそうや、夏雲や。面白くない。甘い。皆さん、真夏のサイクリング、とても暑いですよね。こんな時におすすめの暑さ対策。お水をかけましょう。うん。そうそうそう、逃げよう逃げよう。なんかいいな、夏って。でけえ、嘘でしょ。四角形のやつっての危険だ、危険だってカンカン言い出した。一応雨雲レーダー確認しましょう。あれだもんな、こっち来る。これ迎え撃った方がいいかもな。こう来てるじゃん、風が。あっちからこう来てるってことはさ、もうあれがこっち来るってことでしょ。そうやな、迎え撃つしかないよね。で、幸いあっちの方が若干こう切れ間になってるじゃん、あっち。で、川がこうなってるじゃん。だからこう行けばかわせる可能性がワンチャン。うまくいけば全く振られずにかわせるかもしれない。やばー。
分だった。猶予が1分しかない。大丈夫、雨が抜けられるんだ。パラ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 ザーゾー、一瞬だったな。あ、なんか綺麗。うまくいけば全く振られずにかわせるかもしれない。こうして利根川を走っている理由は絶景ポイントがそこにあるからではなく、おにぎりに添える味噌を買うため、利根川沿いにある道の駅にある味噌を買うため、味噌味噌味噌。味噌あった。うん、味噌発酵の里神崎、味噌無事にゲットしました。あと食うだけ、あと食うだけ、最低限で言うとね。そうだね、はい、どうにもグルメを楽しめるというところをお届けしたいと思います。ルポタ3キューブです。すごいポイントポイントの雨だね。あ、もう抜けたんじゃない。抜けた早っ。よかった。1分。ロッキーさん、グルメが舞い込んできたよ。待てい、危ないよ、ここにいたら。そうだ、この過酷なライドの先におにぎりが待ってますから。おにぎり丸、到着なり、サンセットヒルズ。こんな風に見たことがなかった。結構綺麗、すごいね、かなり綺麗。すごいじゃん、すごいかも。へえー、あんな道あったんだ。これは直径ぐらいじゃないか、直径ぐらいじゃないか。はい、とうとうおにぎりを食す時が来ました。ついでに買った半額のカツオの角煮。カツオの角煮って絶対うまいです。いただきたいと思います。いただきましょう。すごい、あ、でもすごいね。あ、すっごい匂いする。油がなん、いろいろ入ってんのかな。鶏肉とか。あ、絶対うまいね。うまいね。うおこんなにのっけちゃう。うわー、ちょっとのっけすぎじゃない。こんなにのっけちゃうもん。うわー、うまそう。いただきたいと思います。そんなすっごい幸せそうな顔してた。一番うまいわ。一番うまい。あのね、うん、めちゃくちゃ合う。マジ？このなんか鶏肉かな？うん、これ鶏肉と、うん、なんだろう。ニンニク、ごま油、唐辛子。なるほどね。ニンニクもうまいわ。ああ。いろいろ入ってるんだけど、はいはい、この味噌とご飯がめちゃくちゃ合う。一番。本当に合う、うん。どれくらい合う？もうね、激坂と 34T ぐらい合う。ギアが足りすぎる。ギアが足りる。最後まで登れる。最後まで登れちゃう。うまいわ。その過酷なさ、うん、課題を乗り越えてきて、うん、到達したおにぎりじゃん、うん、結構ハードル高いじゃん。確かに。大丈夫です。嘘、美味しいです。本当に本当に美味しい。
うめえ。うまいでしょう。うまーい。うわー。ここまでさ、80キロ走ってさ、あもう100ぐらいか。100走ってさ。100いってたさっき。雨の中も何度も何度も豪雨に打たれてさ。それでやっとたどり着いたのがおにぎりっていうのでさ、うん、まあぶっちゃけさ、うんうんうん、企画怪しいじゃん。怪しい。よくないこれ。最高。取り返すよね。このうまさ。これね、マジぜひやってみてほしい。ぜひぜひ。頑張ってよかったって思わせてるね。うまっ。素晴らしいわ。さあ、プチ絶景と美味しいおにぎりを食べたので、今度はまた。あたかも鎌倉や京都みたいな雰囲気のあるところに行きましょう。突如現れたグラビア。お、なんかっぽいぞ。うわー、うっそ。すごいぞ。これ淀り坂。これは京都だわ。見てこんなこれすごいね、うん、ちょっとさ、いつもこの辺来てるんだけど初めて来たんです。知らなかったね。知らなかった。すごい。ちょっとこれ感動だわ。これはすごいよ。ほらすごい。あ、すごい。見てください、この竹林。素晴らしいですね。これは良いです。マジで良いです。夏にさ、この竹、すごくいい。素晴らしい。綺麗ですね。いいですね。トムズサイクリング。はい、はい、ということで、はい、まあ、まだお家には着いてないんですけれども、ゆきさん、はい、今日のレポーター、はい、いかがでしたか。非常にアドベンチャーでした。山あり谷あり、山あり谷あり水ありみたいな、うん、顔もよく泥だらけでございます。はい、ピッ。じゃあ今日の点数をお願いします。はい、本日のゆるポタ、はい、星厳しい。ポイントは良かったよね。あのね、ポイント良かったし、おにぎりも、そう、おにぎりもすごく美味しかった。まあ景色も、うん、近所の割には、そう意外と良かった。うん、まあ、道中のね、まあ、大雨に降られたり、あのすごくまさかの道の駅まで遠かったりとかね。あ、思ったよりね。そう行かないで行っちゃったから。そう、まあ、ちょっとその点含めてちょっと今日から厳しめに1とさせていただきます。、はい、今後に期待です。はい、いつもの練習コースでしたけど、はい、ちょっと違う道に入るだけで、うん、またね、うん、そんな景色があるんだって。確かにびっくり。それはすごいびっくりした、うん、はい、というので今日の格言、はい、したいと思います。お願いいたします。また私の方から、はい、お願いいたします。馴染みの道、一本入ると何この道。うまい。どうもどうも、ご視聴ありがとうございました。うわー、これはうまい。すかさず飯をパクリ。